はい、それではインスタグラムで情報を得ることによって得られる、まあ、メリット2つ目なんですけど、嘘がない、信憑性があるということで、今その検索、Google、Yahoo で検索して出てくる情報ウェブサイトは、まあ、ほぼ100%誰かしらの利益につながるものなんですね。まあ、簡単に言うと、利益を求めていない人たちはいちいちホームページとかブログで情報発信なんてしてないんですよ。だからこそ今出てくる人、上位に出てくる人たち、上位に出てくるウェブサイトのほとんどは何かしら誰かしらの利益につながる。これはお金的な利益というものもあるでしょうし、それ以外の利益もあると思うんですけど、そういうような誰かの都合のいいようなサイトしか出てこない。そのまあこれが当たり前なんですね。で、まあ、本当分かりやすい例で、アフィリエイターさんを出したいと思うんですけど、一人のアフィリエイトサイトを運営している人が、この中で A という化粧品を紹介するか、B という化粧品を紹介するか迷っていて、まあ、A を紹介した方は、1万円もらえる。これが売れた時に1万円もらえる。こっちが売れた時には、B が売れた時には5000円しかもらえない。じゃあもう単純に A、1万円の紹介した方がいいやん。ということで、A を、これいいですよ。こういう理由でこれがいいんですよ。お申し込みます。こちらクリック。みたいな感じで紹介してる。これどちらがいいか。お金、この運営してる人の報酬が高いからこっちの方がいい。だからこれ紹介してる。人がいる中で、どっちとも比べてみて、実際に自分が購入して使い比べてみて、私にはこちらの方が良かったです。と言っている人もいる。これってでも受け取り側というか、検索してる側からすると、わからないんですね。そんなことまでは。そこに書かれていることしか見えないんですから。本人にしかわからないんですから、そういうことは。ですから、信憑性がないというか、どこかにやっぱり疑念が生まれるんです。例えば、そうですね。まあ、食べグーさんみたいな、ああいう評価っていうか、5つ星で評価しているようなサイトとかいろいろあると思うんですよ。その食べグーさん以外にも。で、これは問題になりました。ちょっと最近問題になったんで、大々的にちょっとわーって騒がれたんですけども、まあ、その以前からみんな分かってたと思うんですね、そんなことは。あんな星1つ、2つとか、半分みたいな、ああいう印って操作できるんですよ、これ当たり前のように。もちろん運営側が操作することも可能、まあ、技術的っていうか、道徳的にはダメなんですけど、可能じゃないですか。しかも、運営側じゃなく、ユーザー側がある程度操作することができるんですね。例えば、評価してる人5、あの10人いて、この中の5人が友達だったとしたら、この人たちがつけてる5点満点は何なのっていう話になります。まあ、そんなことがあるのは当たり前ですし、まあ、逆にマイナス評価、ちょっと悪いこと書かれてたとしても、それが本当の、ユーザーの声なのか、同業他社の嫌がらせなのか、そればっかりまではわからないんです。もうそこに書かれていることしか見えない。というところで、ある程度その検索して出てくる情報って、ウェブサイトって、まあ、誰かの都合のいいことしか出てこないのは当たり前ですね。ですよね。まあ、だからそういう部分では、インスタグラムの場合、これ本当根拠ないんです。ないですし、何のデータもないんで、ちょっと違ってる可能性もあるんですけど、もう僕の本当イメージとして、全体を100として、インスタグラムで情報発信している人全体を100としたら、まあ、大体10ぐらいが企業というか利益求めている。で、残りの9、大半、90、大半は利益求めてない、本当遊んでる人たち。もうただただ遊び、暇つぶししてる人たちが、写真パーッとアップしてるっていうのが多いと思うんです。まあ、確率というか、比率で言うと。まあ、そんな中で、じゃあ先ほどの服装を調べたいなと思った時に、まあ、もちろん中には、ちょっと自分をよく見せるために、嘘というか、自分をよく見せるための情報発信してる人ももちろん多いと思うんですけど、本当はちょっと寒いのにちょっとファッション的なことで半袖着てみたりとかっていう人もいるかもしれないんですけど、全体が見れるんで、全体が一覧で見れるんで、全体の中で総合的に判断することができるんですね。受け取り側からすると、情報を見ている側からすると。ですから、トータルの信憑性がものすごい高いんですね。で、Google で検索した時のように、
一つずつクリックして見ていくんではなくて、一覧で表示されて、それをスクロールすることができますので、もちろん悩みとか、調べたいキーワードによってはそういう見方ではダメっていうか、わからない部分が多いようなものもあるんですけど、先ほどのキーワードの服装みたいなものを調べるときには最適ですし、今、例えばラーメン食べたいなと思ったときに、どこどこのラーメン屋が美味しいよっていうようなことが、どっかのサイトに書かれていた。じゃあそれで今までは何してたかというと、でこのラーメン屋は本当に美味しいのか、どっかの、そうひょあの評価するようなサイトでちょっと見てみて、星が3.5個か、みたいなことじゃないんですね、今は。実際にそのラーメン屋の名前をインスタグラムで検索すると、インスタグラムにはそのラーメンの写真がバーって出てくるんです。そのラーメン屋さんの、風景とか外観とか、どっかの誰かが遊びで投稿したラーメン屋さんの写真がバーって出てくるんです。その店主が、ラーメンの店主が俺の店を良くするためにプロのカメラマン雇って、めちゃめちゃこの角度でこの照明の当て方で撮った写真じゃないんです。本当に一般ユーザーのが撮った写真とか、その声が、コメントがとかが流れていきますから、ものすごい信憑性が高いんですね。でもちろんこれも当たり前なんですけど、中にはその先ほどの友達がいたりとかする可能性もあるんですが、総合的に見れるっていうのが言いたいところですね。その一覧の中で総合的に評価、自分で評価することができる、自分で判断することができるということです。というわけで、インスタグラムという世界が、あると考えて、インターネットの中の YouTube があって、Facebook のという世界があって、Instagram という世界があって、で、Instagram という世界の中で自分が何かしらに出てくるためには、Instagram の中の世界の中で投稿しなければ出てこないんですね。だからこそ、ちょっと今後、検索エンジン、YouTube 検索、そして、Instagram のようなタグ検索っていう部分で、一つの、けん、あの情報収集の形になっていくと僕は思いますから、そのタグ検索っていうのは。だからこそ、そのインスタグラムっていうのを今からちょっと始める準備をしてみてはいかがでしょうかっていう話でした。どうもありがとうございます。